はい、皆さんこんにちは、チョブリです。今日の動画なんですけれども、今日イフトボール2022の勝てるドリームチームの進め方ということでやっていきたいと思います。はい、ということで、イフトボールね、開幕して、メインとなるモードのね、このドリームチームっていうのをやってきたわけなんですけれども、本当に新しいモードになるので、ウィーレからね、イフトボールに移行してきた方も、イフトボールね、新しく始めたっていう方も、どんな感じで進めればいいのかっていうことがね、わかんない方もいると思うんですよね。はい、なのでそういった方向けに、とりあえずこれをやっとけば、勝てるようなチームを作れるよっていうポイントを、押さえてお話しさせていただければなというふうに思います。はい、なのでどちらかというとね、今日初心者の方向けの動画になると思うので、ぜひ見ていていただければなというふうに思います。はい、それでは早速やっていきましょう。はい、ということで、早速やっていくんですけれども、今回主にね、4つに分けてやっていきたいと思います。はい。で、まず1つ目、勝てるドリームチームの進め方で必要なことが、選手の獲得ですね。はい。で、これはまあ当たり前のことだと思うんですけれども、選手を集めなきゃね、いいチームはできないというか、勝てるチームはできないっていうところで、土台となってくる部分にはなると思うんですけど、ゲームプランを教えていただくと、こんな感じでは僕ね、メンツめちゃくちゃ強いんで、こっち参考にはしないでまずいただきたいんですけど、ベンチ以外にいるようなこういう白玉の選手、こういうね、選手、モブ側の選手がたくさん連なってると思うんですけど、まずこの右の契約っていうところから、はい、この右上にね、真ん中の上か、ね、GP、僕今16万ってありますけど、こんな感じで皆さん保有している GP があると思うんですよね。はい、なので、その GP の中で、獲得できる選手11人をまず集めましょう。はい、でゲームプランから、この11人キーパー、ディフェンダー、中盤、前線といった感じで、11人とりあえず集めましょう。で、まだ GP がない方いると思うんですよね。前作から引き継いでやった方は GP あると思うんですけど、まだ GP が全くない方っていうのは、試合行っていただいて、イベントってとこを押していただくと、2つイベントが出てきます。はい。チャレンジイベント、ツアーイベントっていう2つが出てくるので、この2つをクリアすると、少しそれなりの、お気持ち程度の GP がもらえるので、その GP で、最初は弱い選手になってしまうかもしれないんですけど、11人、例えば10万円あるのであれば、その10万円で11人組めるような、1万円しかないのであれば、1万円で組めるようなスカットを、選手は弱くなってしまうかもしれないんですけど、自分のね、GP の身の丈に合ったスカットをまず組んでみましょう。はい。で、これね、選手、おすすめの選手とかについて、またね、コスパ、スカットみたいな、いくら何十万何万以内で買えるスカットみたいなのも作ると思うので、それはまたね、後日の動画楽しみにしていただければなというふうに思います。はい、で次2つ目やっていきたいと思います。2つ目がチームスタイルレベルについてですね。はい、これがどっちかっていうと、知らない方もいて、めちゃくちゃ重要なポイントになってくるかなというふうに思うんですけれども、ゲームプラン入っていただくと、この右上にチームスタイルレベルっていうのがあるんですよね。はい、で、これが100に僕今なってるんですけど、おそらく100にする必要はなくて、これをね、70以上にする必要があります。はい。で、70以上にしないと、これが70以下だとどうなってしまうかっていうと、例えば、本来の選手の能力が発揮できないんですよね。例えば、ネイマール今これ96っていう風にここに映ってますけど、それが、例えば80とか70とかになってしまうんですよね。それはこのチームスタイルレベルっていうのは、言うなれば、連携力みたいな、チームの連携力みたいなものなので、まずこれを上げなくちゃいけません。で、これを70以上にしなくちゃいけないです。はい。で、じゃあこのチームスタイルレベルどうやって上げるのっていう話になってくると思うんですけど、このチームスタイルレベルっていうのは、監督と選手の、その適性、の、相性によって決まります。で、どういうことかっていうと、左上にね、監督がいると思うんですけど、この監督、はい、ここでこうね、R スティックで動かせるんですけど、これ、僕、ショートカウンターに今してるんで、ショートカウンターが80っていう風になってますよね。はい。なので、戦術で、こういう風にまず、スタイル、チームスタイルから、ポゼッション、ショートカウンター、ロングパス、ロングカウンター、サイドタック、ロングボールって感じの5種類から選べるんですけど、それによって、変わってきます。例えば、ポゼッションにしたら見てください。これ、右75になって、ロングカウンターにしたら71、74、61って変わって、僕はショートカウンターだけ上げてるから100になるんですよね。で、これを、監督はもちろんなんですけど、基本的には選手の、適性を上げていかなくちゃいけないです。で、選手の適性をどうやって上げていくかっていうことになるんですけど、1個画面戻っていただいて、このマイチームっていうところ行っていただくと、選手っていうのがあります。で、選手を押していただくと、これ自分が持ってる選手がたくさん出てくると思うんですけど、例えばじゃあ、ワンビサカ押してみると、この画面いきますね。
で、四角の選手アクションというボタンを押すと、タレントデザインという画面が出てくるんですよね。で、このタレントデザインというところを押します。そうすると、タレントポイントっていう風な割り振れるポイントがあるので、それをチームスタイル適正っていうのから上げていきます。で、これ見てください。僕、ショートカウンターさっき上げたので、このワンビサカのショートカウンターが99になってますよね。これを70以上にした方がいいと思います。なので、例えばこれをポジションに振ると、こういう風に46から66になります、みたいな感じになります。こんな感じで、自分のチームスタイル適正に振りつつ、パラメータ、能力にも振っていくっていう育成の仕方ですね。はい。そして、このタレントポイントっていうのが、選手アクションからレベルトレーニングをして、このトレーニングで経験値を得て、レベルをアップすると、こういう風に、レベルをアップすると、タレントポイントっていうのが手に入ります。はい。なので、こういう風にレベルを上げるか、試合に行って経験値をもらうかっていう感じですね。それで選手のレベルを上げてタレントポイントを割り振っていきましょうっていう感じになります。ウイデから引き続きやっていた方はこんな感じで、まあ、あのトレーニングするねアイテムが持ってると思うんですけど、初めてイフトボールやる方はまだ持ってないと思うんですよね。はい。なのでそういった方は試合に実際に行っていただいて経験値をもらってから、その経験値で選手のレベル上げをして、レベル上げをしてそのポイントで、チーム適性を上げていくっていうイメージかなと思います。はい。なのでこのチームスタイルレベル、選手の、適性上げですね、これかなり重要なので、ぜひ皆さん覚えていってください。はい。で、三つ目ですね。はい。で、三つ目は若干このチームスタイルレベルに付随した感じの、解説なんですけど、監督についてですね。監督もまあそこそこ重要っちゃ重要なので、ちょっと解説していきたいと思います。で、さっきの契約っていうところから、監督リストっていうのが一番右にあるので、そこを押していただくと、こんな感じで監督が出てきます。監督はピンキリで、こういうね、50万の監督から、ほんと安いとね、1万円台とか数千円台の監督もいるわけなんですよね。はい。で、これ正直どの監督が強いとかっていうのはあまりなくて、何が違うのかっていうのを見ていくと、例えば一番上にあるこの50万のめちゃくちゃ高いアルベルト・ロマン見ていくと、これ、まあ、育成タイプっていうのは結構ね、多分この、値段に関わってきてて、まあこれ、星5である選手の試合経験値が 100% 増加っていう感じで、こんな感じであるんですよね。で、まあチームスタイル適性も、まあ87とか65、こんな感じで高いと。はい。で、じゃあこれが監督によって違います。例えばこれは、これもまああれか、経験値は100、たまたま一緒でしたね。ただ、チームスタイル適性の数値はさっきの、監督と違うと思います。例えばクリストバルブエナだったら、これディフェンダーの試合経験値が 300% 増加みたいな感じで、またチームスタイル適性も違うと思います。はい。ただこれが安い選手になってくると、例えばこの育成タイプっていうのがなかったりとか、チームスタイル適性っていうのが、例えばこれローンカウンター85あるんですけど、マックスでも70くらいの数値しかない監督とかがいたりするんですよね。なのでこんな感じで、まあ、育成タイプのまあこうスキルが良かったりとか、チームスタイル適性が高かったりっていうのがいい監督のまあこう条件というかになりますね。なので、ただこういう監督って最初買えないと思うんですよね。僕が持ってる監督も11万ぐらいの監督なんですけど、まあ、11万でも十分高いと思います。はい。ただこういう風に安い監督ですね、こういう風な1万台とかの監督になってくると、じゃあどういうのを基準に選んだ方がいいのっていうところにあると思うんですよね。そういう場合はこういう風に押して、まあ、育成タイプっていうのも重要なんですけど、そこよりかはとりあえずチームスタイル適正で自分が使いたい、適正の数値が高い人、例えば僕だったらショートカウンターが、使いたいので、こういう風にポゼッションが70でショートカウンター51の監督はあまりお勧めしないです。例えば、これも微妙だな、ローンカウンター。これも微妙ですね。まあ、こういう監督だったらポゼッションが70なので、ポゼッションをやりたいって人は、こういう風にポゼッションの数値がちょっと特化してる監督を獲得したりとか、正直、まあ、このね、安い監督だったら育成タイプとかっていうのはあまり変わりないので、この数値でチームスタイル適正、自分がやりたいフォーメーションの、数値が高い監督を選ぶのがいいと思います。はい。なのでこの監督についてもチームスタイルレベルについてかなり重要に関わってくるところではあるので、そこを覚えていっていただければなと思います。はい。続いて最後4つ目やっていきたいと思います。4つ目、最後、このドリームチームをやる上で欠かせないのが、先ほどお話しした育成なんですよね。ちょっとさっきの画面に戻るんですけれども、またマイチームのところから、選手。で、選手っていうのは育成できます。で、今作から、例えばさっきのワンビサカでもう一回見ていくと、
資格でレベルトレーニングでレベルを上げますと。レベルトレーニングでレベルを上げると、タレントデザインっていうところからタレントポイントを割り振ることができますと。はい。で、そのポイントを、このパラメーターっていうところで自分の好きなポイントに割り振ることができるんですよね。例えば、こういうふうにシュートを上げたりとか、そしたらこの決定力が上がりますよね。じゃあパス上げたらパスが上がりますとか、こんな感じでノーマルの選手を自分でオリジナルに育成できるっていうのは今回のドリームチームの、まあ、醍醐味ではあるんですけど、例えば、変な話、ワンビサカって右サイドバックの選手なのに、キーパーの能力上げても何の意味もないですよね。でしかもこの、パラメーターって一回割り振ったら、今のところ振り直すことができないので、能力振り直したらもうその能力でやっていくしかないんですよね。はい。なので、どこに振るか、じゃあその育成どこに振ればいいのかなっていうところなんですけど、まあ、これ僕が個人的に今思っているところなんですけど、基本的にはスピードとフィジカルですね。今作はスピードとフィジカルがかなり重要になってくると思うので、そこを上げていくのがいいのかなと思います。でどっちかっていうと全体的に能力が低い選手に関しては、まあ弱いところを補うっていうよりかは、こう特化しているところをより伸ばしてあげるみたいな、長所をより伸ばしてあげるみたいな育て方がいいんじゃないかなと思います。はい。なので例えばワンビサカだったらどこ伸ばそうかなってところで、ただ瞬発ボディコントロールを上げたりとか、あとフィジカルですね、こういうふうにフィジカルエアバトルっていうところを伸ばしてあげたりとか、個人的に育成するとしたらフィジカルとスピードで、特に前線の選手に関してはスピード、ディフェンスの選手に関してはフィジカルがかなり重要だと思います。なのでワンビサカに関しては、スピードとフィジカル、まあどっちかというとフィジカルも重要なんですけど、フィジカル74なので僕はスピード上げたいかなっていうところで、こんな感じでスピード上げていくみたいな、まあそこ好みになりますよね。まあスタミナも低いからスタミナ上げようかなみたいな、で位置余ってるからここ上げようかなみたいな感じで、好きな感じで育成できるんですけど、何回も言うようですけど、フィジカルとスピードをとりあえず中心的に上げていった方がいいと思います。ただこれはあくまで参考程度で、まあ自分のね、例えばドリブル上げたいよ、パス上げたいよって人いると思うので、それはまあ、好みで上げていただいて結構なんですけど、まあ、勝手で強い選手を育成するためには、フィジカルスピードにこだわってやっていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。それで戻っていただいて、ポイント確定って感じで押すと、こんな感じで育成ができるといった感じになります。はい、こんな感じで、簡単ではあるんですけれども、勝てるドリームチームのとりあえずの進め方ということで今回ご紹介させていただきました。はい。で、まあ、この4つの項目ね、掘り下げを掘り下げるでもっとどんどんいろんな細かいところあるので、それはまた別で動画にしていきたいと思います。例えば最初に紹介した選手の獲得についても、じゃあどういう選手獲得すればいいんですかっていう方もいると思うので、そういう方についてもまたね別で、最初にも話した通り、いくらいくらで獲得できる選手みたいな感じでご紹介とかもしていきたいと思いますので、ぜひねよろしければ皆さんコメント高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、てな感じで皆さんそれでは以上にしたいと思います。また明日の動画でお会いしましょう。じゃあねー。